宮中とは、宮殿の中を指す語である。とりわけ皇居のことを指すことが多い。また、神社の中や境内を指すこともある。宮殿の中の意味で使われる場合は、近中や近利と同義である。主に、府中の対義語として問題になった。本来立憲君主制の下では、宮中と府中は分離され、国政についての責任機関が確立している必要があるが、 明治前期の大乗官制のもとでは、天皇新政下大乗大臣、左大臣、右大臣、参議、卿などの国政の職位が、天皇の家臣としての色彩が強く、しかも従来からの天皇の家臣である、区下出身者がその職に就くことが多かったため、宮廷事務と国政事務の区別が明確になっていなかった。明治憲法制定で立憲体制が整えられた後も、 同憲法に定められた天皇の権限が大きかったため、宮中内の天皇側近者は政治に影響を及ぼしやすかった。これを宮廷グループ、あるいは宮中グループと呼んだ。元老、内大臣、宮内大臣、自重長やその周辺を指し、昭和期には、西園寺金持を旧宮,宮廷グループ、この絵踏み丸焼きどこいちらを新宮廷グループと呼んでいた。 ABC 聖戦版日本国語大辞典、宮中、ハット AB 世界大百科辞典、第2版、宮中、ハット AB 日本大百科全書、宮廷グループ。ありがとうございます。